今回は9月3日のオンライントーナメント七天八鬼祭に参加した時の試合やよ。30人以上が参加した個人主催の大会で、ツイッターでも盛り上がっとったよ。その中から少し役に立つかもという場面のあった試合をピックアップ、芸歴の取り方についての話をしていこうと思うよ。解説は試合の終わったあとの6分42秒くらいから始めるよ。さて、試合の方は互いに伏兵が有効な当たり方、ここで策なり功を成り取れれば理想的やけど。違った。私は暗いや。川上を柵の角に当ててしもたから、斜めに弾かれて突撃もろてしもたな。出て大丈夫かな。伏せろ。序盤はお互い式は使わず、城も動かず、すぐ力低いデッキは騎馬隊相手に自陣で構えても地理品やから、こっちからラインを上げていきたいね。一の方周囲に敵はいないだろう。見切った現実だ。受け入れろ。全軍前進。行くぞ。犬ど切って捨ててやる。長いは王妃より効果時間があるから、無理をせずじっくり行きたい。私はこれだから乱世は面白い。伏せろ。冗談じゃない。正しいものが破れ、戦機解放。出て大丈夫か。こっちの再起は平蜘蛛やから、打ち即軍の方としての使い方もできるし、ここで大御所がついたのは大きいはず。最後は互いに大型猛霊勝負のはず。さあ行ってくれ。行くぞ。これが現実だ。受け入れろ。全軍前進。
って捨ててやる。見切った。エレハ発動。三の肩。今はがむしゃらに戦うっきゃね。ここでうつしきさんがあるのは想定外。自分でも使うけど、仕切りやはり声が強みやね。まずこの部分。犬どもの分際で。冗談じゃない。行くぞ。これだから。さっきの合わせてこの2つの迎撃、これを狙って取る方法を試合後に話していこうと思うよ。正しいものが破れ。全キック解放。試合終了後にさっきの迎撃について解説してくよ。地蔵なんぞ知らん。勝ったやつが正義なんだよ。というわけで終盤の迎撃の取り方についての説明をしていくよ。このゲームではよく刺さったと迎撃を受けた側のミスと思われがちやけど、根本的に上手いプレイヤーが勝手に迎撃されることはあまりないから、やり側が狙って刺すものやと考えとる、その取り方の手法を一つ紹介するよ。まずよくある迎撃できないパターンとして、相手部隊が来る方向にまっすぐ槍を向けてしまうこと。これは自分から槍オーラをかぶせてしまったり、相手部隊との距離を縮めることにもなるから迎撃になりにくい。そうならないように迎撃を取るには、相手の進行方向から垂直90度を超えない角度で斜めに槍を回して、敵部隊の当たり判定の角に迎撃判定を置く感覚で操作すると、部隊間の距離も詰まりにくいから刺しやすいよ。初級中級隊だと、槍兵をとにかくプルプル振ってしまう人も結構おるけど、動かし方は、蛇行して動いとる、ムーンゆったりで、相手が好きな距離を取りやすくなるから、連続で槍脚を当てたいと、企業の手段って分けて考えるとええかも。やり方は図説していくよ。基本的には迎撃判定になる角度に一瞬向けて刺すって感じ。こんな感じかな。小技を覚えれば覚えるほど勝つ楽しみと、やれることが増える楽しみ、両方が増えると思うから、少しでも役に立てたら嬉しいよ。ご視聴ありがとうございました。